スウェーデンによるアメリカ大陸の植民地化はニュースウェーデンと呼ばれた17世紀のデラウェア川沿岸の植民地と18世紀から19世紀のカリブ海における2つの占有地があった。1809年までフィンランドはスウェーデンと一体であり、スウェーデン植民地の開拓者の多くは現在のフィンランドから来たものか、あるいはフィンランド語を話す人々だった。 フィンランド人は特にサボニアやカイヌーのような偏僻な地域の出身者であり、そのような地域では焼き畑農業が生活スタイルであり、荒野の開拓者としての生活に慣れているものが多かった。スウェーデン人とフィンランド人はアメリカ大陸にマルタゴヤの様式を持ち込み、開拓者の典型的な初期住宅に使われた。17世紀半ばのスウェーデン王国は、 バルト帝国としてその領土が最大となり、ヨーロッパの強国に仲間入りしていた。ニュースウェーデン植民地はデラウェア川沿いに建設された。開拓地は現在のデラウェア州ウィルミントン、ペンシルベニア州、フィラデルフィア及びニュージャージー州ブリッジポートとスウェズボロなどに十、数カ所に置かれた。ウィルミントンの開拓地は、スウェーデン城をクリスティーナにちなんでクリスティーナトリデと名付けた。 ブリッジポートの開拓地は、スウェーデンの都市にちなんで、ニューストックホルムと名付けた。実のところ、オランダの植民地ニューネーデルラントがこの地の川と、陸地をすでに探検し、領有権主張していたので、この入植は侵入だったが、オランダはまだこの地に入植していなかった。1654年5月、オランダのカシミアトリデが、ニュースウェーデン知事のヨハンライジングが率いる兵士に、 占領された。この報復のために、オランダの総督、ピーター・ストイフェソンとは1655年夏遅くに、軍隊を動かしてデラウェア側に向かい、即座にトリニティトリデとクリスティーナトリデを占領した。これで、ニュースウェーデンは17年間の歴史を終えた。この時代のスウェーデンは、ヨーロッパで北方戦争を展開しており、オランダは、 スウェーデンと対立する一方の陣営に組みしていた。開拓地自体はそのまま残され、スウェーデン人とフィンランド人開拓者は独自の民兵、宗教、裁判所及び土地を持ってある程度の地方自治を続けた。この状態は、1664年10月にイングランドがニューネーデルラント植民地を征服するまで続き、1682年に開拓地が ウィリアムペンのペンシルベニア直居地に含まれるまで非公式に継続された。それまでの期間、移民とその拡張が続けられ、1669年には現在のフィラデルフィアに最初の開拓地とイカコ砦りが建設されている。カリブ海のリーワード諸島に浮かぶサンバルテルミー島はポルトフランコとして運営された。その首都であるグスタビアはスウェーデンをグスタフ三世にちなむものである。 スウェーデンは、直居会社のスウェーデン西インド会社を設立し、奴隷貿易も開始したが、さほど利益をもたらさず、1805年に閉鎖された。奴隷貿易は1846年までに廃止された。移住者は、スウェーデンなど北欧からも来ており、現在、当の住民は、フランスから来た、ブルターニュ人と並んで、ノルマン人の子孫も多い。その後は、フランス領となっている。 同じクリーワード諸島のグアドループはナポレオン戦争の結末として1813年から1814年にイギリスからスウェーデンの所有するところになった。この時にフアダループ基金が設定された。ここもその後はフランス海外圏となっている。スウェーデンからの移民はアメリカ大陸のその他の国や植民地に入植するためにその後も続いた。 19世紀半ばから20世紀初期にはアメリカ合衆国に大勢のスウェーデン移民が到着した。この期間に130万人のスウェーデン人がアメリカ合衆国に入り、現在では400万人近いスウェーデン系アメリカ人がいる。なお移民は同時期にカナダにも渡り、スウェーデン系カナダ人を形成した。移民を奨励したブラジル帝国第2代皇帝。 ペドロ2世のおかげで、多くのスウェーデン人がブラジルに入り、主にジョインウィレやイジュイーのような都市に入植した。19世紀後半、アルゼンチンのミシオネス州が、スウェーデン人移民の中心となり、スウェーデン系アルゼンチン人の基礎を築いた。ありがとうございます。